コンダビード城コンダビード城の絵画、コンダビード城,城は南インドのアンドラプラデーシュ州、グントゥール県のコンダビード村にある城塞。かつてはこの城を中心に都市があった。1323年、カーガティー・ヤーサがトゥグルク町に滅ぼされた際、コンダビードはその支配下に入ったが、カーガティー・ヤーサの家臣が起こしたレッティ王国により、後に解放された。14世紀末、 レッティ王国が二つに分裂した際、コンダビードはそのうちの一つの首都となったが、1422年にビジャヤ・ナガル王国の手に落ちた。1458年にはデカンのバーフマニー城の手に落ち、1516年にはビジャヤ・ナガル王、クリシュナ・デー・バラーヤによって征服された。1531年、1537年、1579年には、 ビジャヤ・ナガル王国とゴール・コンダ王国との間に、この城をめぐり争いが繰り広げられ、1579年に、この争いに勝利したゴール・コンダを、イブラーヒーム・クリーク・トゥブシャーは、都市と城の名を、ムルタザー・ナガルと改めた。その後、この城の支配者は目まぐるしく変わり、1687年には、ムガル帝国、1752年には、フランス、1766年には、 ニザーム王国1788年には最終的にイギリスの支配下に置かれることとなった。現在、コンダビール城は廃墟となっている。ありがとうございます。